何気ない日常に潜む普段は目に見えない不思議な世界。この驚異の世界を垣間見せてくれるのが、なんと1秒間に100万コマを撮影できる世界最高速のハイスピードカメラ。このスーパーカメラの生みの親こそ、日本が世界に誇るハイスピードカメラの魔術師、近畿大学理工学部教授江藤武春先生。前回の授業で我々の肉眼では決して捉えきれない驚くべき映像世界を紹介してくれた先生は、ハイスピードカメラこそ時間を映し出す顕微鏡だと言います。事実、何気ない日常生活の一コマをハイスピードカメラで撮影した瞬間、そこには我々の目では捉えきれない新たな真実が映し出されるのです。まさに科学技術の発展になくてはならないハイスピードカメラ。今宵、今まで見たことのない新たな世界があなたの目の前に出現する。誰も見たことがない100万分の1秒の世界パート2。前回有田君、いろいろ覚えてますか？覚えてます。あのビンタですよね。あれ以来ちょっと押し切りさんとはちょっとギフギフしてます。あれ押し切りくんにやられた。押し切り燃えたんです、はい、今日もさらに。そうですね、はい、はい、我々がいつもこの目にしている映像というのをハイスピードカメラで見ると非常に不思議な世界が広がっています。でそういうことだけじゃなくって、それが今の科学技術の世界とか、それから産業の方もですね、それによって支えられている部分というのが非常にたくさんあるわけです。100万分の1秒の世界日常編。まずはペットボトルをですね、落としてみましょう。いろいろな形のペットボトルがあるんですけれども、実はペットボトルもですね、四角いより丸い方が力が均等にかかって、で特にあの一箇所に圧力がかからないので、その方が強いんです。こんなへこんでる。各メーカーが工夫してるんですね、これ。さあ携帯ですね、実は、こんなの大丈夫かなと思うんですけれども、これで十分注意していただきたいと思うんですが、この歪みが本当は大事なんです。あら、すごい、こういう歪みのおかげで壊れずに済むんです。そういうことを初めから計算に入れて設計してるんですね。今度はプリンですね。上の方のちょっとこう外しますと空気が入って、それで緩やかに落ちていきます。壊れそうです。気持ちいいな、これ。頑張れって感じだね。そうですね、壊れそうで壊れないという。これだけ崩れてても壊れないんだ。あのカラメルも外れそうになって、なんとか持ち直しますね。違う生き物のようですね。次はシャボン玉が割れる瞬間を見てみましょう。実はお椀の形に消えていって、シャボン玉の縁が小さな水滴になって飛び散ります。最後にぶつかった勢いで飛び上がるんです。今度はシャワーですね。毎日皆さんが見てるシャワーというのが、まるで光のこの粒っていいますかね、すごい、ダイヤモンドダスト。そうですね。今度はビールを入れたコップが割れるところです。真ん中から上がっていきます。ワイングラスも割ってみましょう。落ちるとガラスが非常に遠くまで飛び散っていきます。すごい。でもちろん割るために撮影してるわけではなくって、ガラスの割れ方を細部まで観察して耐久性があるような、そういう強いガラスを作るためにこういうことに役立てているんです。今度は水の入った風船です。かわいい、かわいいし面白いですよね。
本当にこんな面白い現象が身の回りにいくらでもあるんです。おお。宇宙でいろんなものが変化してますね。キュウリからピーマンになってまたグリーンアップルになるみたいな。なるほど、面白いですね。大沢君どれが印象的でしたか特に。やっぱりあのシャワーかかってくるのなんかダイヤモンドみたい、ダイヤモンドが降ってくるみたいな感じで綺麗ですね。綺麗ですね。あの線じゃなくて粒でなんか来た感じしましたね。金子君いかがでした。携帯すごいですね。あんなに歪んでるとはね。あんなに本当に歪みはあるのかと思う。ああいうショックの吸収がなければ中の肝心なところが壊れてしまいま す, そ, うです、ね、それを計算に入れてちゃんと設計して作ってるんですね。いや校長今日も衝撃映像の数々ですね。すごいですね。普段まあ何気なく見ててなんか落としてもああいう速度では見えないわけですから実際はどうなってるのかっていうのはハイスピードカメラで見事に捉えてるということだと思います。これは一体この後世界を震撼させた超決定的瞬間、100万分の1秒の世界、不思議な水の世界。水の動きそれが非常に面白いんですがそれを見てもらいましょう。まずは前回お見せしましたね。今度は2つの風船をいっぺんに割ってみましょう。全く同じタイミングに見えるんですけれどもこれを高速度ハイスピードカメラで見ますとこういうふうにタイミングは全然違うんですね。針を刺したのと逆方向に風船の塊いってますね。面白いね。これは下から半分だけ水を入れた風船です。おお、形になってますよ先生。水面も見てください。水面がほとんど揺らがずに綺麗に映ってます。すごい、気持ちいい。今度はシャボン玉に水滴を落とした時のそういう映像です。実はこんなことが起こってます。中入ってんねや。シャボン玉をこう突き抜けた水のせいで中にも小さなシャボン玉が発生してるのが分かりますね。今度は最近はもうあのテレビとかいろんなところで水滴が落ちてですねで王冠ができるというようなものをよく見られてると思いますけどで実際雨が降ってる時というのは実はそうじゃないんですね。実際にはこういうふうに気泡ができて雨の日に注意してみますとですねそれ肉眼でも見ることができます。で普通の映像でそうなってないのは高さが足りないんですね。本当の雨は高いところから落ちてくるんでそのエネルギーで実際にはこういうふうに気泡ができる、ドームができるわけですね。おお、きれい。今度は王冠を真横から見てみましょう。スピードを上げてみます。どんなことが起こるでしょう。ちょっとずつ、うわすごい、そうですね。こんなきれいなローリングが起こるんですね。こういうふうな綺麗なバレリーナみたいな動きをしてくれます。初めて王冠を横から見た。これはまたちょっと少し条件変えますとこんなアルコールとかグリセリンを使ってちょっと条件変えていくとこんなことが起こります。これはガラスの上をちょっとアルコールで濡らしてで粘っこいちょっと粘っこい水を落とすとこんなことになる。昨年のアメリカの物理学会でこの映像で賞をいただきましたけど、今度は水の中に入れた火薬にレーザーを当てて爆発させてみましょう。何が起こるでしょう。表面は空気です。でこれは1秒間に50万枚の映像ですけど、水の中で1秒間に1500メーターで音が伝わります。水面の方は空気ですから340メーターです。このスピードの違いとか反射の仕方とかいろんなものが一目で分かりますね。水の空気で伝わり方が違うからまん丸くならずにこう、スピードが違いますからね。水の方が速いんだ。ありとあらゆること、例えば車がこう何かに衝突する時のこのショックの受け方とかそういうのもハイスピードでやるとかなりいろんなことが分かったりするんでございましょうね。それはもうあの車を作る時にはもうなくてはならない技術になってますから、もう一番最初に応用された分野ですね。